初めてに乗せて、うん、小田奈々への思いをね、6人が、あ、ちょっと小田奈々もあれ、どうしたマーク感動してお前がてめえあくびしてたの途中なんで泣いてんのなんか感動しちゃったみんなにこう愛されてで、小田小田でめっちゃ泣いてる思わぬところにもう涙次々と涙の連鎖斉藤もちょっと涙止まらない連鎖おだこあれ何なのこれおだおだ本当に泣いてるじゃないかもうおだどういうなその涙はどういうすごい嬉しかったですほんとだよなんか歌の途中でもあったんですけど、うん、そのお風呂で泣いてるのなんか小田奈々ってそのなんかメンバーとかにあんま弱音とか愚痴とか全然言わないで家でなんか家帰って一人で泣いてたりするって言ってて、うん、多分それをみんな知ってるから、うん、なんか多分みんな小田奈々のことが大好きだしそうだよね、そうか、だから斉藤にこんなこと言うのもあれかなと思うんだけど今回そういうつもりの回じゃないの最後ふざけて笑えて終わろうとしてたんだけど